こんにちは。沖縄おばばです。今日は、えー、塗り絵のこの葉っぱの部分ですね。あとちっちゃいお花、ピンクと赤と黄色で、えー、塗ってみました。これが塗り終わったので、えー、このチューリップに入りたいと思います。今日、あのー、使う色はこの3色です。赤とピンクとオレンジ色ですね。はい。まず、この赤で、 このチューリップの重なってる部分とか色の濃い部分ですね。影になってる部分とかね。まあ下の方はこう影になってますね。こういうふうにこう球状になってますので。そういうところをこの赤で塗っていきます。 でもなんかチューリップ塗りましたよね。<laughs> まあね、チューリップは、どの国でも愛されてるんでしょうね。<laughs> 多分これ、あの、季節ごとの花になってるのかなってちょっと思いますね。水仙と今回チューリップの花なんですけど、両方とも春の花ですよね。多分このページは春の花なんでしょう。なんかそういう感じ、ちょっと思いました。 そうかなっていう感じですね。はい。で、このピンクとオレンジで塗っていきます。こちらピンクですね。こういうふうにね、繊維に沿って塗ってってあげると。 かなり違います。まあ、オレンジだけとかピンクだけとかでも全然いいんですけど、こう、いろんな色を重ねた方が深い色が出るんですよね。なので私はこう、ちょっと多色使いにすることにしてます。で、こちらですね。また赤を使って、この繊維に沿って、 なんか塗るというよりはどっちかっていうと書く感じですね。こう書いてってあげます。はい。これで花びら1枚塗れましたね。で、ちょっとこの濃いところをね、もうちょっと調整してあげましょう。ちょっともうちょっと濃くしてあげましょう。ね シュリップって可愛いお花ですよね。こうしてね、どんどん塗っていきましょうね。まあ、はみ出ちゃいましたけど。まあ、私はあんまりはみ出るのは気にしてないんで。<laughs> ね。中にはこう本当にはみ出ないで綺麗に塗る人いますけど。私はもう <laughs>、多少はみ出ても気にしないことにしてます。はい。ここはちょっと全部オレンジにしましょうね。まあ。 ね、でこの赤をさっきと同じようにう花びらの繊維をねこう描いてってあげます。で濃さもねちょっと調整してこういう感じでいいでしょうかね。 もう一枚塗ってみましょうね。<laughs> はい。多分ここはこう影になってるところなんでちょっと濃くしてあげましょう。ね、花びらと花びらが重なってるところとか影になってるところをちょっとね、ツートンぐらい濃いめの色で塗ってあげると なな、んていうのかな立体感がちょっと出てきますのでなかなか面白いですよねはいこっちはピンクにしましょうねはいピンクでこういうふうに塗っていってあげますはいでまた赤でねこう花びらの 繊維を意識して線でこう書く感じで塗っていってあげましょうね、はい、そして下の方もちょっと影なのでちょっと調整してはい今日はこんな感じでいいかな、ね、あとどんどんこっちのこの。 重なっているところを塗っていきます。また白入れして調整すると思うので。ね、今日はここまでです。明日はこちらの水仙さんを塗りたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。